今日は楽しいひとときをありがとう。君の温かな太陽のような笑顔が僕の氷河に覆われた孤独な心を溶かしてくれた。君が眠れぬ夜には僕が君の毛布になろう。毛布は金色の砂となり、君を世界に一つだけのオアシスに連れて行くだろう。そこにはきっと愛という名の泉が湧いていて、疲れ切った君の心を潤わせるだろう。愛しい人よ、忘れないでください。君だけが僕の女神。いつだって僕の心は君に捧げるためにあるのだから。おやすみ姫、愛しているよ。どうか君の明日が幸せで満ち溢れていますように。一秒でも長く君の目にとどまりたいからだよ。なぜそんなに艶のあるお声なの？僕の思いが君の心にまで届くように。玉木様、なぜそんな濡れた目で私を？みずみずしい君の笑顔は僕の心の泉を溢れさせるからさ。神様は君が天国から逃げてきたってこと知ってるのかな？君って僕の知ってる人に似てるんだけど。僕に会いたいっていう願いは叶ったよ。さあ、あと二つの願いは何だい？世界四大美女って知ってる？ヨキヒ、クレオパトラ、オノノコモチ。